久保さん、すごい口説き方ですね。初めて聞きましたよ。リトマス氏の使い方ね。そういうやり方もあるんですね。僕はちょっとそういう使い方したことないですけど。まあすいません。使い方はいろいろですね。<laughs> 僕はねあの、使えなかったですね。まあ力量がなかったんでしょうね。うん、まああのね、あのー、なんだ。 結局使おうと思えば使えるのかなっていう感じですかね。<laughs> まあ、久保さんの事例を聞くとね。まあ、僕は使おうとしなかっただけであって、なんか使おうと思えば使ってるのかなと。で、今はどういうふうに使ってるかっていうと、ネタとして使ってるってことですね。要は、使えな、使えな、使えなかったというものをネタにして、今使ってるってことですね。 学校の勉強って意味あったっていう意味ないよねっていうねなんかそれ社会人になって意味あんのみたいな思っててやんなかったんですよっていうそれがネタになって僕のセールストークになってるのでだから今としては何に使ってるかっていうとセールストークに使ってるところですねそうい <laughs> ってらっしゃい